東京の北の玄関口、上野駅です昔から東北本線や宇都宮線、高崎線や常磐線の実質的な起点として都心から北方向へ向かう数多くの寝台列車や急行列車、新幹線などが発着してきましたその名前を聞くだけで非常に領情と恐怖が感じられる駅です 現在の駅舎が完成したのは1932年、昭和7年。風格のある堂々としたフォルムは、東京駅と並んで独特な存在感があります。これ、駅の点たらなんじゃないですか。大抵の人がこのフォルムを見て、あ、上野駅、ということができますね。函館本線の小樽駅。 南満州鉄道の大連駅、樺太の真岡駅も、当駅をモデルにしたと言われています。近代日本の歴史を物語っていますね。盛岡出身の石川啄木が、ふるさとの鉛懐かしい停車場の人混みの中にそう聞きに行くと歌ったのは、明治43年、1910年でした。明治16年に開業して以来 当駅は北関東や東北方面からの列車の終着駅で東北地方の鉛があちらこちらで聞こえ卓木さんはふるさと恋しさについこの駅に来てしまうことがあったのでしょう戦後の昭和30年代には中学を卒業した若者たちが集団就職で上京する光景が見られました。中央改札を出たあたあありりに大きな待合所があり 世話役の大人たちが会社や工場の名前が書かれた旗を持ち夜行列車から降りてきた学生服姿の若者たちを迎えていましたそういう若者たちの心細さ不安頑張るぞという気持ちを歌ったのが伊沢八郎のああ上野駅です当時は三人に二人が中卒で就職する時代でしたがその後 高校への進学率が上昇するとともに集団就職で上京する若者たちも減っていきました1977年に発表された石川さゆりの津軽海峡冬景色では今度は逆に北へ向かう夜行列車の出発点として描かれています曲の舞台が津軽海峡であることはタイトルにもなっているので間違いありませんがそれでも 上の初の夜行列車という出だしのフレーズはとても印象的です。その頃、北へ向かう夜行寝台列車ブルートレインが数多く発着していました。千九百八十八年に青函トンネルが開通してからは。北海道へ直通する北東瀬なども運行されました。行き先案内が札幌と表示される上野駅十三番ホームはすでに北海道だ。 などと言われていましたパンダ橋を渡って駅の西側へ行ってみましょうここは東京都台東区です西側には上野公園、上野動物園、国立科学博物館などがあります上野動物園にはリーリーとシンシンその間にできた双子の赤ちゃんシャオシャオとレイレイの4頭のパンダがいます パンダ橋がこんなに広いのは東側にはオープンスペースが少なく災害時に人々は上野公園に避難しやすいようにということです上野の地名の由来は諸説ありますが高台に野原が広がっていたという説がシンプルではありますが有力のようです江戸時代初めに東道高虎の屋敷が置かれましたが所領のあった 伊賀の国上野と地形が似ているから名付けられたという説は、それより前の時代に地名として上野と記された資料があることから否定されています。伊賀の上野に住んでいた東道高虎が、たまたま江戸でも上野に住んだということのようです。江戸時代には徳川将軍家の墓のある関栄寺が建てられ、門前町が開かれます。 江戸幕府崩壊後、最後最のの将軍だった徳川義信は、その関寺で禁止します。江戸城無血開城が決まると慶喜は水戸へ移りますがその護衛役だった将棋隊が上野の山に集結新政府軍との間で戦端が開かれます寛永寺はこの時焼失しました将棋隊は壊滅しましたが新政府軍がやってきて いいダクダクと従うわけにはいかなかったんでしょうね悔しかったんでしょうね戦の後日本初の公園として上野恩賜公園が整備されます博物館や美術館が立ち並びいい雰囲気ですね西郷さん胃腸バッグに黄色く燃えております綺麗ですね中国や韓国の人も 楽しそうに写真撮影していましたがあの人たちは西郷さんのことを知ってるんですかね将棋隊の立てこもった上野の地に西郷さんの像があるというのも何か不思議な感じがしますこの三一五三というのは西郷さんのことでしょうねトンチが効いてます上野公園の地下に京成電鉄のターミナル京成上野駅があります 成田空港まで一直線です地下には他に東京メトロ銀座線の上野駅もあります上野に鉄道の駅ができたのは明治16年1883年日本鉄道が上野と熊谷の間で営業を始めた際に開業しました当時は一編成が一日二往復するのみでした その後明治24年に青森までが開通しますそして動画の前半で述べたように東北や北関東へと通じる北の玄関口として発展します東京駅ができるまで間接鉄道が新橋から神戸まで運行し日本鉄道が上野から青森まで営業しており新橋と上野は東京の2大ターミナルでした その2つを連絡し、かつ高架の環状線を建設し、新橋と上野の中間地点に東京駅が1914年にできました。上野駅はかつては東端式ホームがずらりと並び、終着駅の様相が濃い駅でしたが、今は多くの路線が直通するようになり、また東北新幹線や北陸新幹線も東京駅まで直結していますので、 通過型のの駅としてて性格が強まっていまっいす新幹線ホームを含めるとレベルが7層に及んでいること動物たちのゲートサイン丸見えの2階建てホーム見どころがたくさんありますが JR 東は駅構内での撮影ができませんので残念ですがこの辺りにしたいと思います。